どうかしたんです？ため息なんてらしくないじゃないですか。あら、ごめんなさい。大丈夫よ、気にしないで。だけど、なんだか元気ない気がします。あら、やっぱり女は子供でも感が鋭いのね。何かあったのか？会いたい人がいるの。明美さんが会いたい人？なんだかその言葉もらしくないですね。一体どんな人なの？そうね、この秋葉原で2番目にいい女かしら。2番目？っていうか、明美さんが会いたがる女の人ってこと？それがどうかしたの？その人、秋葉にいるんですよね。だったら、俺たちが探してきますよ。あら、本当に？それは嬉しいわ。だけど、彼女気まぐれなのよ。秋葉原のどこにいるかもわからないわ。大丈夫、秋葉なら詳しいですから。その人の名前は？写真とかありますか？名前は秋穂。残念ながら写真は嫌いみたいなの。だけど長身でスーツを着てると思うわ。それだけで見つけられる？頑張ってみます。ヤマト、リッピョン、秋穂さんを探しに行こうぜ。お、立ち花のやつどうしたんだ？どうしたんでしょう。それじゃ、どこから探すかな。待てよ、立花、お前どうしてそんなにやる気なんだ？え、だって気にならないのか？明美さんが女に会いたがってるんだぞ。この裏にはきっと明美さんの男時代が隠されてるに違いない。ふん、なるほどな。謎の情報屋の過去を覗けるってことか。乗ったぜ、この話。さっさと元カノを見つけちまおうぜ。いや、ヤマトさんまで。行くぞ、立花。星はスーツの女、名前は秋穂だ。おい、お前が秋穂か？ヤマト、ちょっと待てって。いきなりごめんなさい。俺たち人を探してるんです。なんだ、そうなんですか？だったら私は秋穂じゃないです。そうですか、ありがとうございました。ふん、違ったか。おいヤマト、人に話しかけるときはもっと慎重にな。分かってるよ。どうしたの？実は。ヤマト、よく見とけ。ふん、うるせえよ。ただいまです。どうだった？残念ながら明穂さんじゃありませんでした。でもでも、ヒントを入手です。去年の秋葉原萌えプリンセスコンテストで準グランプリの方の名前が明穂さんらしいです。でかしたぞ、リッピョン。それで、その秋穂さんの行方は？ジャンク通りのどこかのお店で働いているとの噂です。よし、行ってみよう。どうして秋穂？もしかして秋穂さんですか？萌えプリンセスコンテストで準グランプリの。ああ、あの秋穂ですか？だったら千葉の実家に帰りましたよ。え、それじゃあ。うん、もう秋葉原にはいませんよ。
それじゃあもう明美さんの過去はわからないのか。ねえ君たち、さっきから明穂について聞き回ってないか。誰だ。これ以上明穂を探るのはやめろ。いいか、わかったな。何なんだよあいつ。もしかして明穂さんってヤバい人なのか。ドキしてきました。だけどこれ以上探しようはないぜ。ま、それもそうだな。それじゃあ一旦スミレのエデンに戻るか。セーブポイントって忘れずにしとけっち。おい立花、今の男ってさっきのやつだよな。どうしてスミレのエデンに。ふん、言ってみようぜ。この話には絶対に裏があるはずだ。こっそりです。こっそり入ってみましょう。あら、久しぶりじゃない。もうずっと会いたいと思ってたの。会いたかったのは私もよ。だけどね、そうもいかない事情もあるの。そんな格好になっても言葉遣いは直ってないのね。今日だけよ。それとこのお店にいる間だけ。どういうことなんだ。わかんねえ。そこにいるのは誰。誰かいるの。もう朝日ちゃん、盗み聞きなんて趣味が悪いわよ。ごめんなさい。 あんたたちは。じゃなかった。何なんだね君たちは。もう遅えよ。今日くらいいいじゃないね。え、秋穂ちゃん。秋穂だと。そういうこと。もうだったら早く言ってくださいよ。あら失礼ね。これでも心は乙女のままなのよ。クソ、はめられた。だけど私は言ったはずよ。スーツを着た背の高い人だってね。確かに言ってました。絶対に秘密よ。明穂だって私は実家に帰ったことにしてるんだから。会いたい女が元オカマだったなんて。これはいらないわね。あ、でもこっちは取っておこうかしら。何してるんですか。あら朝日ちゃん、いらないものを整理していたのよ。いらないって、それ誰かからの手紙ですよね。そうよ。まあ全部ラブレターだけど。ラブレター。何照れてんのよ。さっきだって書いたことくらいあるでしょ。ああ、それならあったな。ないわよ。お前の日記、みんなへのラブレターみたいだったぜ。え、もう姉ちゃん、あんまり純粋な乙女をからかったらダメよ。だけど本当に捨てちまうのか。これだってベストセラー作家からだろ。なんだと。あら、興味あるのかしら。お前語学力低いからな。物語を綴りたきゃ弟子入りでもしてこいよ。ふん、俺は俺の道を行く。おーい、今度はヤマトが拗ねたぞ。あけみさん、これってあのプロデューサーさんからですか。ずいぶん懐かしいわね。もう何年も前よ、お世話になってたのは。知りませんでした。あけみさん、元アイドルだったんですね。あけ
ケミさんこそ紛らわしい言い方で子供をからかうなって。あんたたち何楽しそうにしてんのよ。なんだ、混ざりたいのか。はあ、誰があんたたちなんかと。もういいわ、一生おしゃべりしてればいいのよ。だから急ぎなさい、外で待ってるわ。だからどっちなんだよ。みんな楽しそうだね。みずきちゃんの瞳にはそういう風に映っているのね。え、違うんですか。さあどうかしら。そんな僕にだけそう見えてたなんて。ごめん、朝日。僕、みんなのこと分かってなかったみたいだよ。みずき。明美さん、みずきは真面目なんだから気をつけてください。ごめんなさい。ついいじりたくなっちゃったのよ。みんな可愛いね。そういうれいちゃんこそ。昔は可愛かったのよ。おい、俺の話はやめろ。あれはいつだったかしら。飲みすぎて泣き出しちゃったことも。レイジのやつ逃げやがった。みんなを追いかけなくていいの。朝日ちゃん置いてかれるかもしれないわよ。大丈夫ですって、みんなのことですから。いや、あいつらなら置いてくな。俺行ってきます。じゃあ、私も少し休もうかしら。オイラ、忘れられてるっち。ねえ、朝日ちゃん、ちょっと仕事を頼まれてくれないかしら。俺にですか。そう、朝日ちゃんだからこそできる仕事があるのよ。で、マジっすか。ええ、本当よ。報酬はちゃんと渡すわ。よかったな、仕事もらえて。これでニート卒業できるんじゃねえの。それじゃ、頑張ってね。私たち適当に時間潰してるから。朝日さん、頑張ってください。リュウ、応援してますね。私は応援なんてしないわ。ま、せいぜい頑張りなさい。寄り道すんじゃねえぞ。これも社会に出る勉強だ。なんか、そういうことみたいだから。それじゃあ、頑張ってね。みんな…それじゃ、頼まれてくれるわよね。おぉ、いいですよ。行ってくればいいんですよね。ええ。それじゃあよろしく頼むわね。今日出会った人との思い出集めを。だけどどうして。それは最後のお楽しみよ。あの時、瑞希と待ち合わせしてて、それで俺は…はーい、そこのご主人様、ニャンダミケがご案内にゃ。そうだった、ミケに捕まったんだったな。ここで待ち合わせてたんだっけ。もう遅いよ朝日、待ちくたびれちゃったじゃん。瑞希のやつ、相変わらず待っててくれたんだったな。セーブポイントだ。
水木との帰りにここであの人を見かけて。どうして秋葉原は変わってしまったんだ。昔の秋葉原はこんなんじゃなかった。音田さん、あれは完全に不審者だったな。それで次の日、秋葉原の駅が妄想に侵食されてたんだっけ。もしかしてあなたは駅の違和感に気づいているのかな。さっきのやつ、今考えても強引すぎだったろ。失礼なやつっち。可愛いけどぬいぐるみじゃないっち。ピン君こそ失礼なやつだった。だけどなんか憎めないんだよな。セーブする。上書きに気をつけてね。高層級だね。ちょっと緊張する。リッピョンを初めて見たのはこの場所だったな。あなたのハートへレッツぴょんぴょん。リッピョンこと百瀬リュウ14歳です。それとあいつらもだった。もう少しでリッピョンを握れる。緊張で手が汗で、どうしよう。私の解釈ではリッピョンは逸材ですね。1000年に1人、いや2000年に1人でしょう。だから僕はリッピョンのことを応援してあげたいんです。なんか全部が懐かしいよ。この中であいつに出会ったんだっけ。貴様らは最深部に眠る古の傷を求めし者か。で、あいつから逃げられたと思ったら今度はあかりがいたんだよな。でもね、妄想の侵食に気づいているのはサキサキたちだけじゃないだよ。まさかだったな。俺たち以外にも妄想に気づいてる人がいたなんて。どれか思うの？いいのが出るといいな。セーブポイントだよ。データ保存大事大事。中二の妄想が侵食したと思ったら、同時にメイドの妄想も侵食してたんだっけ。それから今日も萌えたんにただいまを言わないと。思い出した、ネクラ君だ。あいつしょっちゅう勘違いされてたな。萌の後は何だったっけ。あれ、そこにいるのは朝日様じゃないっすか。
ナナの家にあんな秘密があったなんてな。ここであいつに出会ったんだ。あっ、お前、あの時の。ヤマトのやつ、なんだかんだついてきたんだよな。いいのが出るといいな。セーブポイントだよ。データ保存大事大事。妄想球の入り口発見。で、俺は思い出せなかったんだ。やっぱり朝日くんだ。久しぶりじゃない。元気にしてた？まあそれは思い出せないって。一体何年ぶりだったんだよ。セーブする？上書きに気をつけてね。妄想球だね。そういえばメイドの妄想球の中でじゃないから。で、その先には、おお、ここまでたどり着けると。聞いていた通り、なかなか優秀な人材だ。団長と初めて出会ったのもここだったんだな。人は声をかけてくれたんだっけ？そう、私はアケミ。どこからどう見ても素敵なレディよ。だけど、どうしてアケミさんは俺にこんな仕事を？思い出を集めてこいだなんて。寂しそうに見えたんだよな。私の存在を記憶することも禁ずるわ。忘れるんじゃないわよ。ったく、忘れられるわけないだろう。あんな出会い方してさ。それに吉野さんも。実は人を探していまして。このお嬢様に見覚えはございませんでしょうか？まさかだよ。本物のメイドが存在してたなんてな。この頃だな、彼方と出会ったのも。どうもこんにちは。僕、早乙女彼方です。どう見たって女の子だろ。
ここで葵に初めて会って。ふつつか者の妹ですが、どうぞよろしくお願いします。まさか、あかりに妹がいたなんてな。侵食したとき、あいつもいたんだっけ。久しぶりに帰ってきたと思ったら、早速歓迎されているみたいだな。レイジのやつ、あの時からヤマトのことをからかってたっけ。放送球だね。ちょっと緊張する。妄想が侵食した後は、家電の時代は永遠だ。私の選んだ道は間違ってなかったんだ。母部さん、家族とうまくいくといいけど。あいつに出くわしたんだ。あなたの妄想、請け負います。ピンクマントの男、妄想請負人カノンに。ジリジリになった後、ここは封鎖されてたんだよな。まさか君は扉が見えるのか。妄想管理局といえば、あいつにはこの中で。早く始末しないとさ、余計な仕事が増えちゃうんだよな。勇気かすが、お前のことは忘れないよ。セーブポイントだよ。データ保存大事大事。妄想球の入り口発見。この中でレイジは探し人に。らしくないじゃない。素直に甘えるだな。きっと会えてよかったんだよな。最後はここで出会ったんだ。今回はお前の顔に免じて見逃してやろう。だが、次はないと心得ておけ。まさか局長自らが出てくるなんてな。で、これで全部だっけ？俺が出会った人たちは。よし、明美さんに報告に行くか。妄想球だね。ちょっと緊張する。朝日ちゃん、おかえりなさい。ちゃんと思い出を集めてきたかしら。はい。だけど、
どうしてこんなことを？ちょっと待っててね。明美さん？完成したぞ、明美。あら、早いわね。なんでシャレ子さんが？ビジネスパートナーだ。ビジネス？朝日ちゃんに思い出を集めてきてもらったのはそのためよ。そのためって？ほら、見てごらんなさい。これって？お前たちをモチーフにしたトレカだ。そう、名付けてアキバズビートよ。アキバズビート？朝日ちゃんが秋葉原で出会った人たちとの汗と涙、そして鼓動の記録なの。それじゃあ、俺はその資料集めのために。おかげで助かったわ。とってもいい趣味だと思わない？朝日ちゃんたちにね。卒業アルバムとでも思ってもらえたら嬉しいわ。だったら先に言ってくださいよ。言ったら手伝ってくれたかしら？きっと恥ずかしがって断るでしょうね。まあ確かに。欲しかったらいつでも声かけなさい。はい、ありがとうございます。特別に安くしてあげるわ。って、金取るんですか？